ございます。今日は先ほど拝見いたしました今度の日曜日について語りたいと思います。日大出身の監督って映画化以外の方が優れてんなぁと。美術家からは塚信が出ていて、演劇家からは三谷幸喜が出ていて、放送家からは森田芳光監督が出ている。剣持聡監督も放送家から今は亡き森田芳光監督の後輩ですよね。この作品の中でも大学で映画を勉強する学生たちの話なんで、日大をモデルにしてんのかなと思わせるようなところが出てきますけれど、物語はとある韓国人留学生の話なんですけれど、自分が大好きな先輩が映像をやりたいって言って日本に留学すると、その先輩の近くに行きたいからっていう不純な動機で映像をやりたいと言って日本に追っかけていくわけなんですけど、ところが日本についてみると先輩いない、実は実家が火事で大変なことになって帰っちゃって、学校どころじゃなくなっちゃった、日本に一人、まさかまた帰るわけにもいかないっていう状況で普通に大学生活が始まるわけなんですよね。まあ何か自習で取れと言われて、とある用務員のおじさんがなんか仕事をいくつも掛け持ちしてて、そのいろんな仕事で失敗しててっていうのを見かけて、この人はどんな人なんだろうと興味を覚えて取り始めるわけなんですけど、彼女が追ってきた先輩にっていうのは彼女にとっては過去なんですよね。でこの用務員のおじさんっていうのは彼女にとって未来なんですよね。つまりは今まで執着してたものから離れて次を踏み出すという、それがこの作品のテーマだったのではないかなと僕は思ったんですけれど、この作品すごくシンプルなんですけれど、人が成長するっていうことをすごくうまく切り取った作品だなって思いました。それではまたお会いしましょう。